中央管制よりクロスブリード発進スタンバイ。これよりカタパルトデッキへ移送する。クロスブリード了解。ハッチオープン。リニアカタパルト接続せよ。リニアカタパルト接続。進路クリア。射出準備完了。タイミングは譲渡する。システムオールグリーン。コントロールをパイロット。誘発。おう、ライブキャットクロスブリード出るぜ。分かっているわね。このままアキダリア海に南下、海岸から峡谷へ入って釘石地を目指すわ。ようそろ。基地に着いたら超高速ドライブをダッシュ。カイルーン本拠地である移動惑星にひとっ飛び。だろ。高速の艦隊の梅雨払いに忘れない。大丈夫大丈夫、俺を信じろって。不安だ。そして艦隊の道を開けなさい。了解。っていうかもうちょっとソフトな言い方があるんじゃないかな。俺たちパートナーだろ。そうなりたいなら努力すること。え、違うんだ。熱源反応多数。あぶねえ。基地からのミサイル砲撃。私のシングルは多少は持つけど、連続した飛弾は危険だわ。避けてみて。ああ、見てろ、全部ぶった切ってやるぜ。そう、バカなの。まずいわ、基地のゲートが閉まりそうよ。なんでか、こっちは忙しくてさ。対空砲があるから上空からは入れない。このまま一直線に飛び込む。よー、データベースにはない。カイルーンの新型の。この野郎、バカみたいにミサイルよこしやがって。100倍にして返してやる。これを落とせば周辺の対空砲も無力化する。艦隊が砲撃にさらされる前に仕留める。こいつの戦い方、どこかで。対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだな、フィオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。
火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労ご苦労は諸君。これでけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん、ではこのまま加速進路に入る。諸君らも送るな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょうだい。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。アシェンフレイジが襲われてる。畜生、やらせるか。この反応、皆さん、久しぶりね。姉さん、何をしているの。地球人よ。うん、そんなの分かってるわ。私は人類の敵になったの。もう地球へは帰らない。何を言ってるの。君がフィオの双子の姉か。自我は残ってるんだな。何この無罪。言葉を選べよ。傷つくだろ。こんなのに頼っちゃって。フィオは相変わらず一人じゃ何もできないのね。私は違う。私は一人で何でもできる。みんな撃ってあげる。姉さん、力ずくで止めるしかないのか。クソ、逃がすか。待ちなさい。今は艦隊の防御だ。何言ってんだ。ヒオはエストを取り返しに来たんだろ。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ。何をしているの。早くドライブ起動にしなさい。ヒオが邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないことになる。ああ、もう分かってるよ。こんな時までよくそんな冷静でいられるよな。あなたみたいな単細胞だ。一緒に死ないで。データベース該当なし。ファイルーンの新型よ。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そうね。姉さんと違って私は途中で脱走したから全ての情報を持っているわけではない。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりには知ってるわよ。あなたの恥ずかしい話か。そんなもん。今はそれどころじゃないだろ。間違いない。この新型には地球人の素材として使われている。おそらく火星で戦った機体。なんだって。フィオやエストと同じってことか。正確にはルーキス研究の過程で生まれた亜種。彼らの体はもう。そうだ、今楽にしてやるから。
事だった。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ提督、ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたいに。来たよグラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。提督、この信号機関にリターアクセスだと。それでは彼らはあの決戦艦隊だというのか。なんだって。でもグランドさんは。何を言うの、迎撃しなさい。そう、うまく脱出してくれよ。ジュニス敵機関から高エネルギー反応、手法来る。ちゃんと見えてるぜ。でかいな。さすがのあなたでも切る気にはならないかしら。そんな奴がいるなら見てみたいね。そう、放置すると友人にとって遠いと思う。東大くらいに黙らせておきましょう。とどめは我が官に任せたまえ。連合軍の手によってリターアクシスは落とされ、そんな、あれはアイドーンが。ティオは知らないよ。競技会の連中は決戦艦隊を送り込む傍らで極秘裏にハイルーンと交渉を続けていた。そして休戦協定が結ばれ、競技会はハイルーンが望むものを差し出す代わりに仮止めの安寧を得、ハイルーンが望む。大量の人体スタッフ大集会。果たして地球を守るために使わされた勇者たちは一転、ハイルーンに満たされるクラッツと変わります。私たちと同じようにね。それで仲間割れを慕ってのか。ガッテン、
くりで仕方何も変わりやすい。隣人と手を取り合うことなんて最後までないんだ。お前たちも評議会に疎まれているんだ。この戦いの先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのルーキスの力で勇者さえぶち壊してあげる。死ねー、レストー、慣れ慣れしいぞお前。私の可愛い子を、その男は放り出して一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ放り出すとか、本当にやりかねないだろ。それでも踏み切らせてはないな。大丈夫、奴らは自ら置き換えさせてみた。命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。そうですか、そんなこと。私たちもう違っちゃったんだ。まるでアーセンさん、ヒヨミは愚かな仲間たちがいて、私には何もない。パパさん、ヒヨモ、私は迷うな。ヒヨ、俺たちの目的は変わるわけじゃない。体勢が崩れた。今がチャンスだ。連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ、ガッツで行くぞ。ロイ、ここまで来られたのは強行自由と変わらない。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。これが奴らの本来の戦力、パイルーンの真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。さっきは取り乱してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。フィオは心まで機械になってるわけじゃない。大事な家族のために頑張る普通の女の子だ。心外だ。あなたにそんなことを言われる。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。バカ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。パパとフィオを逃がしてからも私には守るべきものは
この星にさらわれ、同じ地球人に見せられた大勢の命、私たち自身の本当の体、見切れないくらい抗った。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできなかった。一つ信じられずに、いつまも命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いを何度も何度も負け続けた。そして最後にそれを失うことで気がついたら、あなたの情報に敵対化した私の力は大軍のシンギュラリティをとっくに超えていること。そういう内心に必要がない。今もパパを守れなかった。これが結末なら、私たち家族に与えない。力で中枢と融合している。え、俺たちの機体もこんなことできんの？マジで？お前のことは調べたわ。ロイベキット軍籍じゃないよね。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でもレイド・ユーバーネルたちの訓練をパパから直々に受けて、伝説の両方ミラートのもう一人も忘れた。さあ、だからここまで来られたのよ、姉さん。姉さんの歌じゃない。ちょっと私を呼んで、ピオ。この半年間、ずっと私は後悔してた。それなのに、どうして私だけ、私がパパと付き合って、こんな思いはしなかったのに。そんな、呼びなさい。もともと私たちは同じだ。二人の心境に死んだ、勇気にさらなる力を与えるのに。そして戦いなし、私たち家族を見して、破壊した人類が、私をこんな姿に変えた場合であるんだ。そう、私たちは変わってしまう。では、呼んでよ。指数確認、全艦全方門開け。全てはこの瞬間のため。一斉射撃だ。姉さん、ここで捕らえる。
ルーキスの制御が効かない。危ない。何すんだピオ。いけない、逃げて。え、なんで。意識を取り戻した。いいわ、次はもっと深く書き換えてあげる。おい、怖え。ピオ、さっきは一体殺しちまったんだ。ルーキスに対するクラッシング、私は人格ごと加減しようと。人格だって。エスト、なんてこと。これは、これに当たった。やめろ、やめろよ。実は妹だろ。諦めていない。行かせるか。まだだ。俺だって諦めるわけには。これをやめたら、今度こそ俺には何も。ここは…うちは初めてだったか、小僧。グラートさん。気にするな、走馬灯ってやつだ。俺来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってやがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。大体お前何しに来たんだ。何しにって戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。いやー、殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの。壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。何を言い出すの。ここに来るまで
俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない、帰る家だ。そうだろ。フィオ、どうして。確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だけど彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。そんな、そんなこと今さら。長い間一人にしてごめんなさい。いいか、エスト。君は帰れるんだ。居場所は俺とフィオが作る。必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。